天人の羽衣。発行株式会社同心社。脚本堀尾誠司。絵丸木俊。昔ある夏の日のことであった。山の池で宗助が釣りをしておった。池にはお団子のような白い雲の影が映っているだけで、まるで静かで眠いようで、そのせいか船っ子一匹かからない。宗助は釣りの浮きを見るような、見ないような、起きてるんだか眠ってるんだかわからない、うとうととしておった。とポチャンと水音がした。それかかったか。宗助が見るとこれは驚いた。この世にあろうかと思うような女の人がすいすいと水浴びをしていて、吉野墓の石の上には虹のようにキラキラする着物が置いてある。宗助は思った。ありゃ、お寺の御開帳で見た天人の絵とそっくりだ。きっと天におる人だぞ。すると、あの着物は羽衣だ。ああ、大したもんだ。黙ってもらうのは悪いけど、何しろ貧乏なもんで、天人さん許せ、羽衣をもらうぞ。天人は何も知らず楽しそうに泳いでいる。宗助はガタガタ震えながら羽衣を持って駆け下りた。いやー、宗助、何慌ててるだよ。一杯やらねえか。ああ、権平さん、昼から酒で景気いいね。さよなら。なんだその綺麗なものは。見せろ見せろ。いや、なんでもねえ。はい、さよなら。おかしいぞ、宗助。見せるまでついていくから。宗助が逃げ出しても、権平はうちの中まで追ってきた。こりゃ、天人語の羽衣注文にちげえねえ。ええ、宗助。おめえは悪いやつだぞ。どこで盗んだ。こんなもの持ってるとえらい罰が当たって死んじまうぞ。あれ、権平さん、そうだろうか。おっとりめえよ。お寺の和尚さんに聞いてみろ。地獄へ落ちるんだから。そら、もうおめえ震えてるな。恐ろしいだろう。もう罰がそこまで来てるぞ。こんなもの早くどっかへやってしまえ。あれ、どうしよう。これまで一度だって人のものを盗んだことなんかねえ。堪忍してくれ。そうだな、俺が代わりに持ってってやるから。権平はにんまり笑って羽衣を取っていった。夜、淡い月の光を頼りに天人が宗助の庭の陰にやってきた。宗助さん、返してください。それが、堪忍してくれ。罰当てねえでくれ。宗助さん、返してください。それが、権平のやつが持って行ったんで、その罰が当たるからって。宗助さん、返してください。はい、今すぐ権平の家さ取りに行ってくるから、すぐ持ってくるから。権平、大変だ。手人さんが取り返しに来た。いやー、宗助、飲め飲め。羽衣を消せ。手人さんが取りに来たぞ。恐ろしい罰が当たるぞ。すぐ返せねばなんね。そんなものに。え？もう売ってしまった。ちゃんとほら、酒に化けた。バチの当たるのは盗んだおめえだ。俺は知らん。ゴンペンさん、どこさ売った。俺は取り返さねばな。どこさ売った。遠野の町の呉服屋さ売った。宗助は自分の着物を天人に着てもらい、小さくなって謝った。宗助さん、売ってしまったのなら買い戻さなくてはね。では、こうしてください。
あの池のそばに小屋を建てて旗織りを入れてください。それから蓮を毎日5羽ずつ運んでください。はい、何でもしますから、バチは当てねえでください。あの羽衣がないと私は天に帰れません。ですから権平の売った呉服屋を調べてください。はい、すみません、そんな汚い着物着せて、それっきりしかねえもんで、しばらく我慢してください。金婚パタリコ、金パタリ。天人は山の池のそばの青笹を吹いた小屋で旗を織る。金、金、パタリと軽い心地よい音をさせ、蓮の茎を使い、花を彩りにして不思議な織物を作る。普通の人間ならこんなことはできない。何しろ天人だから。この織物を曼荼羅というのかもしれない。毎日5羽の蓮を金婚パタリと5日織り続けて、宗助さんと外へ出てきた。あれ、驚いた。宗助はあまりの美しさにびっくりした。その織物の光で空も山も池も何もかもが光り輝くようだった。これならきっと高く売れます。これを遠野の呉服屋へ持って行って、羽衣と取り替えてもらってください。えれえもんだな。あんまり美しくて目が回るようだ。さあ早く行ってください。あ、はい、すっ飛んで行ってくるから。宗助は遠野の町の呉服屋へすっ飛んだ。あの番頭さん、ゴンピーが持ってきたのとこれ取り替えておくんなさい。はあ、あの切れですか。あれはすぐ町一番の東米長者が買われて、お城のお殿様に差し上げ申したということで。それよりその織物買いましょう。3両でどうです。とんでもねえ、50両でも売れるか。はあ、えれえことになった。殿さんのとこさえ行ってしまったら、こりゃ一体どういうことになんべ。やっぱり罰が当たんのは俺だ。宗助はしおしおと村へ戻ってきた。堪忍してくれ天人さん。宗助さん、これを呉服屋に売らなくて本当によかった。これを持ってお城へ行きましょう。え、お城さん。殿様に見せて、お望みならもっと降りましょう。その間お城に降りましょう。でもだいぶ日がかかりますがというのです。それから私は口が聞けないことにしましょう。すみません、オラがつい羽衣を盗んだばっかりに。それはもう仕方がありません。それからこの男の着物ではおかしいから、女の着物を借りてきてください。本当にそうだ。宗助と天人がお城へ行くと、殿さんは目を丸くして驚いた。いやはや、あっぱれな織物じゃ。これほどのものは唐天竺にもあるまい。百両を使わすぞ。その女、このお城におれ。いつでもいいからもう一つおってくれ。将軍に献上しよう。うん、見事じゃ。気に入った。それでも殿さん。なんじゃ。殿さんとこにもっと綺麗な着物がございましょうが。わしは殿さんだ。あるとも。それは天人の羽衣と違いますか。何かわからんが、薄いきれいなものを東米が持ってきて、代わりに山の木を切らせろと言いよった。天人は
お城にいてブラブラしている。織物を織ろうともせんで、誰とも口をきかず、お城の中を行ったり来たり。すると雲が帯のように流れたり、雪が降ったり、春の風がふんわり吹いたり、花がうれしそうに咲いたりして、なんといつの間にか、一年が煙のように過ぎてしまった。虫干しじゃ、虫干しじゃ！女中たちが騒ぎ立てて、蔵の中から宝物をどっさり出して、日に当てたり、風にさらしたりする。その中にあるある、天人の羽衣が、涼しげに虹色をして風にたなびいている。ひゃー！あの口の利けの女が羽衣に着替えて、ふわりと空へ上がっていく。あれ、天人じゃ、天人じゃ！天人はふくよかな音楽のように軽々と空を泳ぐ。その美しさ。うん、まさしく天人じゃ。惜しい、捕まえろ。殿さんは悔しがる。女たちは、ありがたや、この目で本当の天人様を拝んだ。あれあれ、えらい騒ぎでお城がぐらぐら揺れた。宗助さん、さようなら。畑を耕していた宗助は夢中で手を振った。ありがたや、無事に羽衣が戻って天へ帰ってくれるかね。俺が盗んだばっかりにえれい苦労をかけたのに、罰も当てねえで。いや、帰って殿さんから百両もらったりして、俺本当にすまなかったよ。もういいって、さよなら。天人はひらひら天へ登っていく。宗助はいつまでもじっと見送る。昔々、ある暖かい夢のような日の出来事であった。おしまい。毎週水曜夜8時から1時間、渚真奈美の漫画ランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが。皆さん、改めましてこんばんは。この番組の名MC、渚真奈美です。よろしくお願いいたします。です。はい、アシスタントで漫画ランド店員の北条和則です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日で30回目を迎えました。本日のゲストは俳優の田崎翔太郎さんです。ようこそ。さあ、今日でも30回を迎えました。この番組は日本の代表的で懐かしい昔話や民話の朗読や投稿する1時間の朗読番組となっております。さらにこの番組はインターネット漫画喫茶マンガランドイージーカフェ全店の配信網にTV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送。なお、公開収録の観覧には通常の入店料のほかに1000円の番組観覧料がかかります。マンガランド北千住2号店へぜひ皆さん朗読を聞きに来てください。お待ちしております。さあ、そしてただいま Facebook ユーストリームでご覧の皆様、コメントチャット書き込めますので、皆様からのご意見ご感想お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、今回のお話は過去に登場したお話シリーズから、今日は天人の羽衣。過去のお話で、ジュゲームですとか、あとはヤマタノオロチでも出てきたかしら、その時は天女の羽衣という言い方をしていましたね。非常に縁起のいい天人の羽衣をお送りいたしました。畑崎さん、いかがでしたでしょうか。30回目。あ、はい、今日で30回目を迎えました。60話。はい、計60話ですね。今年の1月から放送開始して、今日ちょうど9月の末ですね。おめでとう。ありがとうございます。もう皆様の温かいご声援のおかげでこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。節目にふさわしい話じゃないですか。あ、めでたい、ね、
あー、はい、ありがとうございます、鈴木さん。天人の計らまですね。実際こんなお話だったんですね。今までこう話の中で天女の羽衣がとか五行の擦り切れがとか言ってたんですが、あ、こんなお話、こちらをテーマにするとこんなお話だったんだなっていうのが知れて面白かったですね。他に印象に残ってるシーンあったりされますでしょうか。基本的には同じ話だもんね。そうですね、成り立ちとしてはね、うんうんうん、これなんだろう、まあ、盗む最初盗んじゃったんですね、ソウスケが。盗んじゃ、貧乏だから盗んじゃったのって言ってましたね、ソウスケ。なんか途中、オラ泥棒とか盗っ人とか一回もしたことねーみたいに言ってたけど、盗んだんですよね。盗んでます。なんかあまりの美しさに見とれて思わず持ってっちゃったっていう方がさ、はい、聞こえがいい、まあ、ロマンだよ、まだロマンだよね。ただもう自分で言っちゃってますから。黙ってもらうのは悪いけど、何しろ貧乏なもんで。天人さん許せ。言ってない言ってない。ってことはさ、こいつ最初から売る気だったのかい。だと思う。ゴンペイと一緒じゃないか。ね、悪かったですね、ゴンペイ。悪かった、悪かった。なことはねえよ。なんか村に一人ぐらいやっぱいるんですかね、こういう調子のいいというか悪い感じの。一人や二人女、こんなんいるだろ、それ。いつもお酒飲んでますよね、ゴンペイね。俺いいかよ。あ、チャットで、はい、勝地さんが、はい、マナミ、羽衣を着たら似合いそう。はい、羽衣、ありがとうございます。勝地さん、ありがとうございます。光栄ですね。ぜひ着なきゃね。天人の羽衣も薄くて綺麗なものらしいですよね。来週ね。来週でも来月10月でハロウィンじゃないですか。仮装やりましょうよ。羽衣もいいじゃん。羽衣天女の天女、そう、はい、天女でもこの世にないぐらい美しいものですからね。それはちょっと表現できるか、ちょっと天使やる、天使やります、天使エンジェル、パタ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 、こっちのキューピットの方にしますか。こう小さい羽つけて。工場エンジェルで。そう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 、行きましょう。え、仮装はされたことあるんですか、田崎さん。仮装、仮装、過去に。でもお仕事でいろいろ着る機会が多いから。そう、イベントとかではない。どこから仮装っていうのかしら。お仕事でいろいろ着ていらっしゃるのね、ねえ、どこから仮装って言って何を、何、あ、なんていうのあれ、コスプレ、あ、コスプレ、コスプレ、はい、コスプレが出てくる。そう、何をコスね、どっからコスプレって言って、どっから仮装でってわかんないよね。ああ、仮装とコスプレの違いは何なんですかね。確かに仮の、ね、仮の、そうですよね、仮の装いだからね。うん、そうだよね、コスチュームプレイ、コスチュームプレイでしょ。ああ、そうですね、一緒ですよね。ね、毎年集団の団体が、ああ、でも嫌いじゃないですよ。でも楽しいですよね、やっぱり楽しい、イベントだから、うん、いつもハロウィン時期になるともう血だらけの人が電車の中に乗ってたりとかしてびっくりするんですよね。いつも包帯巻いた人とか仮装したままそのまま移動 してたりする人も多いので、一瞬仮装なのかリアルなのかちょっと迷うときあります。二度見しちゃいますよね。仮装だな、よし。それをまた最近 SNS が普及してるからTwitter とかに上げる人がいるんですよね。サンタが電車の中で移動してるみたいな。それじゃねえんだ。リアルに血まみれの親父とか見るもん。私も見たことあるんですよ、朝方。ね、そう、
転がってるもんね。転がってる、血だらけで。本当に血が出てたの？本当に血が出てるのよ。何があったの、数字ここ数時間の間にみたいな。よりによってやっぱ白いシャツとか着てるからさ、やり目立つ。余計真っ赤だったりするわけですよ。ねえ、これから年末にもう少しか、もう少し年末に向けて、そうお酒には気をつけないといけない時期になってきますからね。はい、ハロウィンも飲みすぎには注意ですよ、皆さん気をつけてください。気をつけましょうね。さあ、そんな天人の羽衣をお送りいたしました。それではここで宝田さんによる漫画紹介のコーナーに行きましょう。今日は何かな。はい、過去にアニメ化もしてとうとう最終巻の出ました、俺物語でございます。うん、あ、見た映画で。あ、私も見たことある。はい、まあ、こちら主人公郷田武雄というんですけど、はい、まあ、このいかつさで高校1年生なんですけども、はい、身長2メートル、体重120キロ。好きになった子はいつも幼なじみのイケメン砂川の方に行っちゃうけれども、まっすぐで不器用で鈍感で男の子からは超モテモテなんですね。で、ある朝通学電車の中で一人の女の子を、まあ、痴漢から助けるわけなんですけど、郷田さんが、はい、おそこから郷田君に春到来の予感が。なるほど、今までそういう気配がない人だったのかな。そうなんです、笑って泣ける爆笑純情コメディとなっております。はあ、そう、毎回好きな女の子はできるんですけど、はい、幼なじみのイケメンの方にいつも女の子そっち行っちゃって、あ、でいつもこう友達取られちゃうんですね。そうなんです。でもその親友もいいやつで、はい、いいやつで、てかなんで俺の親友の郷田のことバカにすんだと、もう前とは付き合わねえぞと。いつも断るんですよ、そういう流れてきた女の子。なんかそれもそれ辛いですね。好きな子が言っちゃうんですよね、イケメン君に。でもイケメン、こう男からはこうモテモテだ、モテモテって親しまれてるから、いや、あいつのことそんな悪く言うなよ、お前とは付き合わねえよって言われちゃうんですね。親友のことを悪く言うなよ。ゴーダってすごいですね。人のものは俺のもの、俺のものは俺のものみたいですね。たけしと思いきや武雄ですから、こっちジャイアンではない、まあ、後ろにもね、ジャイアン、ゴーダ、たけしですね。キラキラしてますけど、共感する男の子もいるのかな。お礼物語、お礼物語、はい、漫画ランド北千住2号店にお越しの際はぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。さあ、では先日ライブを終えた田崎さんですけれども、はい、はい、他にもこれからこんな楽器と一緒にやってみたいなとかあったりされるんでしょうか。なんか練ってる、考えてる、やってみたい曲とか。そこに来た、はい、そこに来た。あ、はい、ぜひ今後。いや、あのね、はい、あのほら、もう三人娘で歌ってたじゃない、はい、あ、ミキガールスですね、私が、はい、ミキガールス、はい、あの時にさ、はい、あのボイスパーカッションの人と一緒にやったでしょ。あ、はい、元さんですね、元さん紹介して。あ、ぜひ。あ、いいですよ、はい、魅力的なパートですよね。ボイス、その方はヒューマンビートボックスという、そのボックスを、うん、タクを使っていろいろ音を出されたり、でも自分の口でも音を出されたりってされるプレイヤーさんなんですね。そうですよね。面白い。ぜひね、一緒にやってみて。あ、面白いですよ。これすごいんですよ。なんかこう、ここでなんか歌ってたりとかもしますね。ね。本当、人間の口ってそんなにも使えるんだなーっていうのを思わされますよね。あ、やったことある？ないです。あれね、難しいよ。絶対難しいですよ。でも誰もがなんかこう一度は挑戦しようとしますよね。ボイスパーカッション。やってみようとして。やってきっかなみたいな。絶対無理できない。でも絶対できないって誰もが。できない。ダメ。で、今後の田崎さんのライブにも注目ですね。詳しくは田崎さんの SNS をご覧ください。よろしくお願いいたします。
で北条さん何かお知らせありますでしょうか。はい、僕の方も個人で SNS やっておりますので、よければそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。なんか今宗助っぽかったね。あ、そうなってました。なんかぴったりでしたよね。なんか宗助ね、ぴったりだった。あら、嬉しいこと言ってくれじゃないの。さあ、私も SNS とやっておりますので、よかったら拝見してみてください。よろしくお願いします。さあ、今日はね、観覧の方も来てくださっています。最後に何か感想などありますでしょうか。とにかく楽しかったです。ありがとう。トークも楽しかったです。元気になりました。ありがとうございます。今度はぜひゲストで、はい、また遊びに来てください、はい、しおりんでした。しおしおしおりんでした、はい。そう、最後さ、なんか羽衣の方でしおしお、宗助がしおしおと村に帰ってって気づいた、気づいた、気づかなかった。もうすごいしおりんが頭の中にドンと出てきて、あ、しおしおしおりんって思いながら言ってましたね。さあ、そんな天人の羽衣をお送りいたしました。さあ、来月からは10月ですね。もう早いですね。なんか残暑になったり寒くなったり、まだ雨が続いたりってする気候なので、皆様ぜひとも風には気をつけてください。来月10月は、ハロウィン時期ですので、ちょっと童話なんかも、海外の童話なんかもお届けしたいなと思っておりますので、また皆さん来週この時間にお会いいたしましょう。本日のゲスト、田崎翔太郎さんでした。アシスタント北条さんでした。メイムシーン渚まなみでお送りいたしました。渚まなみのマンガランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがでした。みんなバイバイ。